変わったといえば変わった、変わってないといえば変わってない。僕のふるさと、ふるさとというとどっかぎこちない。誰も頼んでへんのに帰ってきてからに。骨折したいうから心配なんて。大丈夫や、これぐらい。いや、あんま無理しいなや。まだ結婚もせへんのか。まあ結婚したの大変なだけやからな。まだそれ作っとったん。寮はちょうどええからな。
震災以来せわしない人生を歩んできた。人並みの楽しきことをすることもしなかったことが悔やまれる。今は体が思うように動かず、かなわなくなってしまった。いつかは行けなかった新婚旅行というものへ、忠さんと行ってみたかった。例えば、温泉でゆっくりとした時間、きれいなもみじを見て、おいしいもの食べて、思うようにいかぬが人生か。今はただ床の中で夢のように想像するばかり。それ、お母さんの。ぬくさがちょうどようてな。きっと、ちょうどええからやない。湯飲みも反転も、お母さんのやから。父は、震災を乗り越え、仲間と支え合って、静かに職人としての人生を歩んできた。僕が生まれたここ灘では宮水と呼ばれる鉄分の少ない西宮の湧き水と良質な播州米を原料にして、兵庫県篠山市を中心とする丹波杜氏の技術によって昔から日本酒がたくさん作られてきた。何年？23年。田梨さん、のぼさん、帰ってきだったんですか？ああ、どういう風の吹き回しか分からへんけどな。独特なとこ。まあ、そんでもな、あの時はな、もうここいらへん一帯全部のうなって、大変なこっちゃった。でも、町もこの酒蔵もどこも人手が足らんいう中で東京に出ていくっていうのを引き止めたりはせんかったんですか？いや、最初はな、あいつもここに残る言うたんやけどもな。いや、もう予定通り進学生言うてわしが送り出したんや。信夫さんは東京に出て立派になりはって、雅子おばさんが生きとったらえらい喜びはったでしょうね。さあ、それはどうやろうな。わしはただただ
がむしゃらに働いてるだけやったから、あいつが何を思ってたんかようわからん。灘の酒は灘から江戸へ出て行って人気を博しましてね、どんな料理にも合う、バランスがいい、誰が飲んでも美味しいと思う味になってるんですよ。すごいですね。この町を出てからもう20年以上が経った。人生なんてあっという間や。お母さんの行きたかった新婚旅行、ささやかな母の願いを叶えるために僕はお父さんを旅へ誘った。夏場は浜風、冬場は六甲おろしと、ここは一年中風が吹いてるんや。お父さんと二人で旅するのって初めてか。珍しいこともあるもんやな。ほら行こうか。
ただしさんに播州織のシャツを仕立ててあげたい。お揃いは嫌がるかな。似合うのはきっと明るい萌木色。あかん。なんかこんなん見たらあかん気がする。いや、普通の恩返しやろ。それか。お母さんが追ってたりしてな。恩返しするんは難しいもんやな。そうやな。医師に布団はかけられずか。お前が言うてたのはここか。うん。なんか好きな色。ああ。難しいな。うん、ああ。これいいんじゃん。え？これいいよ。そうか。うん。あ、あ、いいですか。お願いします。どうでしょうね。ああ、似合ってんじゃん。春らしい萌木色でよろしいですね。似合ってますよね。そうですか、はい、良くないです。そうか、うん、似合ってるよ、うん、ほな、これにしますわ。ありがとうございます。お願いします、はい。息子さんの見立てでよろしいですね。そうなんですわ。珍しいこともあるもんでね。よろしいですね。ありがとうございます。昔との明治の頃、黒柳って外国産に比べればガタイがちっちゃいんですよね。なので谷牛の掛け合わせをしたんです。で、全部失敗したんです。あ、そうなんです。で、そこでもう完全に黒柳がなくなったとされてたんですけど、今なぜじゃあ黒柳があるのかと。それがあの兵庫県の小城ってあるんですけど、そこに生き残ってたんです。
え、そんな今の話なんですね。から田島、ね、田島牛っていう田島城ができたんです。のその由来というかになってるわけです、はい、日本はやっぱり油重視なので、油が多くなると値段が高いんですよ。そうですね。だから赤身のランプとか結構安いですもんね。安いんですよ。油が多いとどうしても胸焼けになってくるんですよ。その胸焼けになる原因って分かります？いや、分かんないです。なぜ胸焼けが起こるのかっていう。胃酸が違う。違う。あれ、全然分からない。胃の中に油が溜まると拒否するんですよ。そのあの魚は何？何やろね。分からん。タチウオ。タチウオ。ナス。いたします。牛もさることだからね、このタチウオも明石の名産でですから。柔らか。はい。ちょっとさっきの話聞いてるんで、めちゃくちゃうまいですね。うま。薄く塩味が。塩味ですね。してますね。はい。塩をかけてます。ああ、ただそれだけですからね。でも、あとはもう立ち寄るうまみです。めっちゃうまい。もうめちゃくちゃうまいですね。やっぱ明石っていうのはね、やっぱり表現の中でも。一番のやっぱ漁港ですから。雅子が生きてる時はよう晩酌ついでも出たな。小さかった頃のことを思い出すな。お母さんとお前と三人で川の字になってよう寝たな。人生はという間やな。
が姫路かな、そこら辺がどうだろうね。どうだろうな、地理全然分からへんな急に言葉が改まってしまった標準語なんてきれいなところだね。標準語なってるよ。え？標準語？で、東京の方の生活はどないや？まあ、ちゃんとやれてるのか？まあ、生活はできてるからな。まあ、それならええ。綺麗な。綺麗やな。先も分からへんのに暗い中前へ掘り進んでいく、ひたすら前へ掘り進んでいく。わしの行動は細く長い行動やったな。ああ。わしはもうじきに終わる。十分に掘り進んだ。まだまだ自分は
掘り進まなあかんのかな。お前はお前の行きたい道を歩いて行ったらええ。どっちや。どっちや。なんか聞こえるな。なんか聞こえるな。ずいぶん古い歌知ってるんやね。うん、おばあちゃんが歌ってたの。懐かしいなぁ。That's a verse from the Dakansho Bushi song. During the cold winters, the people of Tajima and Tamba worked far away from home. And the nada no sake was made with the efforts of these brewers, right? Wow, you know a lot.My father is a brewer, Toji in Nada. Please come anytime and try his sake. Oh, really? That's amazing. I love sake. I love sake. さっきの歌、おばあちゃんに教えてもらった。うん、時代おばあちゃんがいつも歌ってるの。静江さんって、桃吉さんの神さん？まさかな。誰のこと？さっきの女の子？ああ、丹波から出稼ぎに来てた桃吉さんの神さん、雅子と仲良しやった。へえ。震災で連絡先がのうなってしもうて、えらい残念がってた。そうなんや。丹波恋しや六この山をよいよい雪がちらちら越えてくる。静江さんが歌ってた。ルル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 ルしあわせを運ぶ鳥に会えば幸せになれたりするのか。のどかやな。ええとこや。コウノトリって見たことある？いや、私も聞いたことあるけどな、ちゃんと見たことはないな。俺もや。寒ない？あ、大丈夫や。大丈夫。
冷凍のアジをメインに、あとはまあ生き餌としてはニジマス、フナなんかを揚げてます。ニジマス、うん、コウノトリのオスとメスというのは相性があって、飼育下では相手が気に入らないと、怪我をさせてしまう、そんなこともある鳥なんです。あちらに人工巣があります。一度夫婦になると毎年同じコウノトリが同じ巣で繁殖を続ける、そんな鳥なんです。死ぬまで添い遂げる絆の深い鳥だということが分かってきています。でもあんだけいてもあそこの人工巣に襲われるのはあそこのペアの庭だけなんです。決まってるんですね。決まってます。この鳥は一生好きなもん同士でおんのか、すごいなあ。あいつはどう思っとったんやろな、わしのこと。分からへんの？あ、お母さんは幸せやったと思うけどな。そうか。夫婦言うたらな、確か淡路島に夫婦を祀ってる神社があるそうや。ほな淡路島行ってみようか。そこに見えてるのが大鳴門橋っていう橋なんですけれども、この下ぐらいにいつもこう渦潮が巻くポイントがあります。でも世界でも潮の流れが3番目に速いって言われてるこの鳴門海峡ですので、こういろんな船がこうタンカーとかも通ってるんですけれども、潮の流れが速すぎて、負けちゃう船っていうのは潮が止まるまでどっかでこう潮待ちっていうのをしたりするんです。なのでこの徳島の鳴門と淡路島の福良っていうところは潮待ちの港として栄えたっていう歴史もありまして、ここの潮の流れが速いところっていうのはすごいこう海自体がうねってるんですけれども、少しこの鳴門海峡から離れたところはもう完全にこう凪というか潮の流れがもうなく、もうほんまに海って感じなんですけれども、ここだけがなんかこう激流の川みたいな状況になりますね。これはあれがそう、なんか水面の模様が全然、あ、こういうことですか。あ、そういうことです。あ、すごいすごいな。ちょうどほんまにこの辺が潮が一番流れが速いところです。見てほら、おー、なんか波の感じが全然違うね。うわ、すごい。こんにちは。淡路島いかがですか？いやー、すごいいいとこですね。ちょうど今あちらの方にイカダが見えてますけども、福良のトラフグは3年間潮の流れの速いところでも養殖してるんで、本当に身も引き締まって非常に美味しいんで。あ、そこ潮の流れがきつい。そうですね、この辺も潮流れ非常に速いので、はい、それで身が引き締まる。そうですね、ぜひ食べていってください。食べてみたいな、ぜひ。あ、迎えに来た。
ったわけなの。ええ、それでやらなかったら。わあ、来た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 。ああ、すごい。おお、リーダーがいんのかな。え？リーダーがいんのかな。あ、リーダーが。兵庫、お前と旅できるなんてな。それもこれもお前のおかげや。連れてきてくれてありがとかけて、だんだん渦潮に近づけていって、ふぐ鍛えねて。よう、身が引き締まってるわ。俺、ふぐが渦潮に負けんように一生懸命泳いでる姿を想像したら、ちょっと面白いな。なんて、こうやって。3年も毎日やで。な毎日。お祝儀エビス米思いやりの気持ちを持って助け合い、みんなが羨む幸せな家庭を築けるようにもう一献いたそうかい。夫婦喧嘩をしたときは今日のエビス米を思い出して笑顔の絶えない家族になれるようにもう一献いたそうかい。大きなもんじゃ大きなもんじゃ大きなもんじゃ。エレさんが太陽つって踊った、太陽つって踊った、踊った踊った。エベスさんが言いたいのは、エビス顔でプラス思考に生きるんが幸せの原点やということか。そういや、あいつがおった頃は毎日悪うて暮らしてたな。お母さんはエベスさんやったな。どんな大変な時でもいつも笑ってたもんな。ほんまやな。ここは日本で最初の夫婦イザナギの御事とイザナミの御事の二神が祀ってあるんや。知っとうか。いや全然知らなかった。古事記にも載ってるんやで。へえ。けど妻を亡くした夫の
イザナギの御事は悲しゅうて悲しゅうてとうとうあの世まで追いかけていったんや。え、あの世まで。ああ、まあ、あの世行ってもいろいろあって喧嘩したりして夫婦っちゅうのはほんまに不思議なもんやな。ああ、二株合体して一株か。イザナギ神宮にある夫婦の大楠は兵庫県指定天然記念物で樹齢900年を超える古木らしい。元は二株のものが合体して一株に成長したという珍しいものや。Created of the Japanese islands. Is that tree the okusu? It brings luck for a long life in romance, childbirth, and a successful marriage. Right? Yeah, またすごい日本詳しいな。ただしさん、のぼうちゃん、のぼうちゃん、まあ大きなってまさこちゃんは？母は震災後に亡くなりまして。桃吉さんは？12年前になります。
That's a golden wedding anniversary, isn't it?遠い神代の昔からこの場所にご夫婦の神様をお祭りをしたわけでございまして、日本人は夫婦は一つである、親子も一つであるという、そういう家庭の成り立ちの観念をしっかりと捉えながら生活をしていたということがわかるわけでありまして、このことは非常に大事なことであろうかというふうに思うわけであります。今日は記念植樹で凪の木を2株植えさせていただきますけれども、私有がある木であります。まあ、イチョウの木なんかは有名でありますけれども、オスとメスの木があって、ナギっていうのは平和のこともナギって言いますよね。50年を迎えたご夫婦にふさわしい木であるという、さらに、ご健勝で仲睦まじく友白髪の素晴らしい人生をお歩きいただきますように、本日は誠におめでとうございます。雅子ちゃん、ここで金婚式迎えたいって言うてたんよ。母もきっと喜んでます。私は長生きして金婚式でもあげられるように頑張ろうと思ってる。そろそろお昼ご飯にするか。うん。え？
もうそんな時間。うん。あ、お前。飯をか。よいしょ。私も行くか。どこ？兵庫県一周。え？この辺りまた行くの？冗談やね。いや、冗談やね。ええ、まあ、あんまりもう一回行ってもええとこばっかりやったな。そうやな。うん。まあいいよ。いつでも俺は行けるで。そうやな。うん。死ぬまでにもう一回だけは。行ってみたいか。ナギ。このフィルムは3つのストーリーが交差します。ソフィアズストーリーとユキズストーリーも合わせてぜひご覧ください。兵庫県